はい、こんにちは。今日なんですけれども、最近ハマっている低重量の肩のトレーニングを紹介したいと思います。まあ低重量なので、まあ自宅にあるダンベルとかでできるんですよ。よくこう男の人の体って、まあ、例えばね、モテボディとかかっこいい方だって、まあ腹筋、割れた腹筋とか、あと胸筋に走るじゃないですか、みんな。まあ胸筋ももちろんあった方がいいと思うんですけど、丸い肩ってすごいかっこいいと思うんですよ。胸筋意識はすごいわかるんだけど、肩の大きさとか肩の立体感を意識するのも大事だと思います。はい、でですね、ここに今ダンベルなんですけれども、4.5 キロのダンベルです。まあ、簡単に言うとサイドレイズなんですけれども、普通のね、横のサイドレイズじゃなくて、ここからまあ普通に座った方が肩の筋力しか使わないので、普通のサイドレイズじゃなくて、ここからこうこうですね、前に必ず軌道で言うと、意識の問題なんだけども、こう思いっきり別に小指から上げるってことではなくて、まあ、ちょっと小指を先行に上げるっていうのが僕は常に意識してるんですけども、まあで、こうですね、でこうならないように、こういう風な感じでならないように、ちゃんと軌道に沿って、上げて横、また開いて下げるという軌道、こう円を描くような軌道にならないように、こうとかこうとかにならないように、俺は意識してやってます。まあ別にこうでもいいとは思うんだけど、俺はなんかね、ちょっと気持ち悪いから、あとこっちの方がなんか効いてるんで、こうしてやってます。はい、でで、これを俺はテレビ見てるときに、でコマーシャルのときにこれをやってる。10回から15回ぐらいの間、まあ、5セットぐらいやってます。で、まあ筋トレってやっぱり30秒のインターバル置いてとか、60秒のインターバル置いてとか、集中してやるっていうのが、まあセオリーではもちろんあるんですけれども、まあ、こうやってテレビこうやって見てるときに、あ、まあ、CM だしやるかみたいな感じでやっても俺はいいと思う。ながらじゃないけど、そういう時にトレーニングをちょこっとやるっていうのも俺は別にいいと思ってる人間なので、まあ普段トレーニングは別だけど、だからそういう時に俺は普段これをやっております。はい、まあ、大胸筋ももちろん大事ですけど、丸くて大きい方ってかっこいいんで、はい、まあこんな感じでやってるんで、でこれ低重量だから、俺はこれも 4.5 キロで10回から15回の間、まあ、例えばあの2キロのペットボトルとか置いてやっても別にいいと思います。はい、なんかこうジムでトレーニングしてるときに意識してやるっていうようなトレーニングっていうよりは、こう自宅でこうテレビとか見てるときとかに、あ、ちょっと CM だとか、ちょっと空いてる暇な時間だってなったときとかに、ちょっとやろうかなっていう感覚でやってみるのをお勧めします。